井出カオルイデカオル5月6日から1944年5月11日は日本統治時代の台湾で活躍した建築家、岐阜県出身。台湾総督平前科在任中、台湾の館長や民間建築を多く手掛け、その設計理念と風格は台湾建築界に影響を与えた。1八百七十九年イイ今重の長男として出生した。父の今マは、 幕末の歌人、立花の明美の長男で、山梨県人情市藩学校長、新潟県人情市藩学校長、岐阜県会最下石津群長などを務めた。第一高等学校を経て、1906年に東京帝国大学建築家を卒業。同年経つの火災建築事務所に入り経つの金吾のもとで、建築設計に従事した。1909年、 陸軍に入り公平少尉となった。1911年10月、台湾総督府西に,に就任。森山松之助の依頼を受けた、辰野金吾の推薦によるものという、台湾到着後、台湾総督府庁舎の工事主任となった。1919年に民政部土木局営前課長、事務取扱いとなり、1年間欧米各国に出張、1923年に、 民生部土木局営前課長となる。また、総督府資料編纂委員、宿計画委員等の要職を歴任した。1929年に総督官房営前課長及び台湾建築学会会長となった。1940年7月、伊賀免官。ありがとうございます。